怒りの癖は一印象に変えるだけで世界は大きく変わるよ。あの人が私を怒らせたっていう二人称ではなくて、一人称の私が勝手に相手の言動に反応して腹を立てたになるし、楽しくない日々なら自分がその楽しくない日々を楽しもうとしていないの一人称に変える。あの人が私を捨てたなら私が未来のために身を引いたの方がいいし、できないではなくて一人称のいや今自分はやろうと思っていないという方がアクティブだ。政治が悪いというものではなくて、私が彼らを選んでいるの一人称になる。世界が戦争ばかりではなく、私が今日誰かに自分の正しさを押し付けたに変えよう。あなたが世界を振り回されるのか、あなたの方が世界を変えていくのか。誰かがではなくて自分が変わらないと世界は変わらないね。